はい、どうもパンピーです、今回はね、ゾーマ討伐にね行ってみたいと思います。とりあえずやってみましょう。この間ね散々負けました。2回か3回全滅してね、ルビーめっちゃ使いました。しかしね、今回は対策してきたんで大丈夫だと思います。アリアハンのね盾とか一応ね、ゾーマ耐性がついてるやつをね、装備したり、あとドラゴンスライムをね、心をみんな装備して、耐性をね、ブレス耐性とか、全属性耐性をつけたんで、マヒャドとかね、あと、あれが、耐性がね、ついたと思うんで、これでいけると思います。じゃあ、やってみよう。果たして勝てるかな？まあ、とりあえずね、まあ、無理だよね。今スラミチがねちょっとお助け軍団を呼びに行ってます。これもね、本当だったらあれとあれだよね、助っ人で来る人を選べるというね、友達とかから。あ、なでもなんかいつもと名前が違う。なんでだろう。弱いのかな、これ強いのかな。サイトンとかだったね、昔は。果たして勝てるでしょうか。これね、まずはフバー派かな。とりあえずは一応ね、フバー派で。めっちゃ、あとスクルト、スカラもやっといたもん。でもな、あれやられんだよね。イテツク派とかだっけ。なんか全部消え去るやつがね。からでね、防御力を上げとかないとめっちゃ食らうな、なんとかってやつ。ちょっとね、スカ弱いやつだけに防御力上げときます。こっから大丈夫ね。あれ、あ、いきなりイテツク波動だ。マジか、全部消えたじゃん。しかもマヌーサカが散ったし。いや、これね、先方失敗したね。ちょっとね、フバーもう一回かけるか。またイテスクワードやるのかな。うん、これダメだね。もうルカニでこの音力変ねえかな。やっぱ当たんないか。しょうがない、これ行くしかないね。どれぐらい強いかもしれない、助っ人の方が。耐性で、あ、前より少ない。前より、これでね、100ぐらい食らってたから。よし、なんとかね。もう、鍵縛りがやっぱ重要だね。前より弱くなったのかな？それか、助っ人が強くなったのかもしれない、もしかすると。あれかな、フバー派とかやるとイデツク波動をやるっていう設定になってんのかもしれないね、もしかすると。これも、あ、やっぱりちょっとやばいな、そろそろやばいな。やばいやばいやばい、あー危ね。ギリギリ、ちょっと待って、こっから手動でいかなきゃダメだね。これはこれでいいとして、回復を2人今回に用意したんですよ。よし、これが決まればなんとかね。これも攻撃でいいかな。2人回復用意したんで、この2人の回復力に全てかける。癒しの波動で。まあまあ回復してますね。もう1人も癒しの風だけど、ここに、ね、満タンじゃないとやられんだよね、大体。あれ全然満タンに乗ってないし、やべえな。 あ大丈夫か、まだ。ここは攻撃あるのか。あれ、いつの間にかみんな全滅してるし。マジっすか。
ここで全滅なの。あれ超弱点ではないんだね。どうしようかな。とりあえずベホイミで満タンまでいっとくか。一回食らったら終わりだからね。これでルカに聞け。ああ、やっぱルカには効かないのかな、これ。これじゃないんだよね。もっと強いやつなんだよ、この攻撃。これじゃなくてね、多分追い詰めると使ってくるやつだね、きっとね。後ろ二人は回復に回るしかないの、これね。前衛二人はもうひたすら攻撃で。なんだもんな。ちょっとだんだん体勢ついてて、これだもんな。ちょっとこれはね、ダメージを少し切ってきた。あれメラミ大丈夫？これメラミは損したな。回復しといた方がいい。まあ動き止めてくからまだいいけどね。メラミはやばいね。ここはよしな。これだったらまだいいね。これもなんとか大丈夫。これじゃないやつがあったんだよな、前回。なんだっけ、名前忘れちゃったけど。いや、これ結構時間かかるパターンだ。もう地味に行くしかないね。なんとかルカに聞いてほしいね。ルカにもう一回やってみる。やっぱ効かないんだね、これね。ダメだ。バルモスは結構効いてたけど。ドラゴンスライムの心が役立っていくかもしれない。弱点じゃないとこれ終わんないね。このね、 MP がなくなるのが一番怖い。だときついね、やっぱね。バイシオンやるか。
これ10分ぐらいかかりそう。いや、もっとかかるか。賠償ないんだっけこれ。あれ、ああないのか。そっかそっかそっか、ないんだね。もう一回だけルカにやってみようか。やっぱ効かないんだな。もう一回、あ、ダメか。ひたすらやっても絶対効かないのこれね。聞くのかな。耐性だ。これだ。これじゃないな。まだやっとこないね。あの必殺めっちゃ強いやつ。試しにタイガークロードをやってみるかな。やってみます。超弱点かもしれないしね。あ、ダメだ、全然ダメ。あ、でも動き止めた。やっぱ MP がない。とメラミなのか。回復はまだ大丈夫かな。一応ホイミぐらいとっか。 MP 節約だねこれ。あ、あれもあれもやんなきゃなのか。これやばいね。ちょっと時間かかるっぽい。あ、やば、これはやばい。マヌーサやばい。これ直すやつが欲しいけどないよね。なんだろうこれ、どうすんだこういう場合。排水の構え、地張りかとか言ってみる。地張りかはかぶせられないから、クバハやっとくか。失敗した。メラミじゃな。これは癒しの風でいいと思うんだよね。バギークロスじゃ多分もったいないもんな。MP いや弱い。あ、これだ、サイコキャノンだ。やばい、やっぱ強い。このサイコキャノンがやばいね。残り3分の1になると連発していくから、これこれ効くかどうかわかんないけど、当たるかどうかわかんないけど。ああ、一発も当たらない。これも一発当たって金縛りが効いてもらえれば。金縛り効かないか。しかしね、今回は回復2人だから。ただ MP がそろそろやばいな。あ、こういうマヌーサかかってる間に MP を回復させるっていうのもね、いいかもしれない。あれ、失敗したかなこれ。うわ、一人に集中するとやばいなこれ。うわ、死ぬか死ぬか。あ、ギリギリ生き残った。危ね。スキルじゃなくてこれ道具使ったのに。魔法の聖水、
どうせ当たんないからね。どうしようかね。デコ意味かとりあえずは。これがやばいんだよ。これ2発来たらやばいな。それはないか。うわ、結構こっからが厳しい。やっと分散。こっからだね。よし、決まった。最高キャノンってあれかな。スカラでボムできんのかなこれ。ちょっとね、後でやってみます。スカラやってみて最高キャノンとかが少なくなるかどうか。ダメージ斬撃ダメージだと思うんだよね、あれは。魔法じゃなくて、ね、スカラやってみるか。最高キャノンでダメージ減るかどうか。来るか。最高キャノンダメージ減るかな。いや減らねえな。ダメージ減らねえな。これは減るね。最高キャノンはダメだね。これが一人に集中して賢者殺されてやばいね。地道に行くしかないや。よし、ヤシの風だね。やばい、 MP なくなってきた。もったいないな。デフォイミか。大体1000ぐらいだもんね。1000ちょい。1ターンで。ってことは？パスカラが有効か。でも絶対ね、多分ね、みんなスカラやると絶対凍てつく波動やっていくんだよね。来るでしょ、あれ、マヌーサか。ギリギリ一人は大丈夫だ。ああ、やっぱ凍てつく波動やっていくんだよね。これね、今のうちに、どうも、MP 回復しとくか。時間かかりすぎだ。これもちょっとね、回復かな。そろそろ MP がやばくなってきた。もう魔法の聖水すらねえし。
やべ、あと5個しかない。これもだね。ギリギリ一人に来なくてよかった。もうこれ苦戦しまくりでしょこれ。2人回復いないと絶対厳しいねこれ。しかも終わりそうにない。うわーギリギリだし、ギノゴンドが毎回。これいつまで続くのこれ。全滅はしたくないんだよな、ルビー使いたくないから。MP なくなったらもうしゃあねえね、全滅は。何もないときは凍結カードいいよね。これが、ね、金縛りも効かないし。これラッキーだね。これでちょっと回復するか。やばい、魔法の聖水がなくなってきた。うわ来た、ここで。もう毎回今大ダメージ。一回選択をミスると結構やばいねこれ。よし、金縛りが効いた。これはちょっと回復するか。マヌーサの間に。はあ、きついなこれ。めんどくさい。 S が出ればいいけど、まだ心 S。
っとこれはラッキーだったね。死んだ。これやばい。ちょっとこれはやばいね。回復2人いないと絶対ダメだから。最高キャノンやられた。ああ死んじゃうかもしれないな。これで一人集中できたらやばい。ああまた死んだ。またか。どうしようかなこれ。いや確実にやばい。ちょっとねザオラルも使う余裕はないね。総力戦だなこれ。攻撃できるの一人前だ。バイシオンの書とかあんのかな。ちょっとやばい MP がなくなってきた。どうしようねこれ。これピンチだな。無理だかもしれないね。そろそろ MP が尽きた。やばいやばい。最高キャノンはやばい。これがやだ。あ、生き残れ。よかった。やばいっす。あとどんぐらいだろうこれ。MP ないし。やばいね。あやばい。これやばいじゃん。どうしようどうしよう。ホイミじゃ耐えきれなくない？耐えきれる？耐えきれないよね多分。これ無理でしょう。次で多分全滅だこれ。最高キャノン持ってくるでしたね。ああよかった。ああよかった。ギリギリ助かった。ちょっと待ってギリギリ。ちょっとねもうやばい。魔法の聖水があと1個しかないし。えどうすんのこれ。ここ？魔法の攻撃しかないよもう。もう全てを使い切るのこれきっと。これ MP なくなるとかないのかな。いくらも撃てない。マヌサであんまり当たんない。ああやっぱダメだ。どうする？小瓶か？回復2回撃ってるか。
デスク波動とかやってるんだよな。うわーこれか。ああもう雷光さん乱れも打てないし、ちょっと待って、もうないよね魔法の小瓶が一個。どうしようね、あと何かあった、こういうやつ、スクルトの人とか扱ってみる。これバイシ、ああなんだ微妙だな、これなんだっけ、ヒットポイントだけ、 MP はねダメなのかな、でもね MP も回復するやつ、ヒットポイントなんだよね、マジか、どっちのチョコもヒットポイントしかダメなの、ホワイトでもヒットポイントか、ダメだな。そしてもう特約層最悪、あやばい、 MP もないし、えどうすんのこれどうしようもなくない、もう特約そうだね、特約そうだね、スキル最後の癒しの波動だね、あー全滅だなこれ多分、またマミーさんつーかもうかかってるじゃん、これ切れるよね、あよかった、マヌーサーはかぶせることができないんだね、よかった、さっきのマヌーサーはラッキーだったね、なんとかね全滅せずにクリアしたい、ただもう全部使い切っちゃった、どうしよう、特約層で行くしかないのこれね、回復がないから、特約層はそんなにないからね、いやこれがでかいんだよ、お弾いた2人、弾くことあんだね、うわ生き残ってる、あと何発撃てるだろうか、みんな超いいんだろうな課金してる人は、無課金がきつすぎ、これもうダメじゃんこれ、癒しの数打てないでしょ、ベホエミか誰だ、もうダメだなこれな、ヤマビコよし、少ない子も、ああ死んだな一人は確実に、これが集中すんだね、これどうしようね、もうタイガークローとかしかないよ、
これ全滅だね。一回は全滅だしゃあね。でも倒したいよね絶対。これ何、ハイパーファングって猛毒とか効くのかな。試しに、いや猛毒になるわけねえね。もうどうすんの俺。もう無理でしょ。ダメージを少しでも与えるか、メラミで。ああ死んだ。おお一人生き残った。もう無理でしょだって。ダメだなこれ、一回ルビー扱いようだね。ああ死んだ。これ復活しなきゃダメだね。さすがに前は3回ぐらい死んだから。よしこっからはもう、まあ、でもこれも集中しないとサイコキャノンでいきなりやられたからね。この間もうねルービーがもったいない。じゃあ大丈夫。やっぱもうきついよねこれは。55ぐらいまでいってないときつい。メラミで攻める。今でこ、当たんないか。尻も積もれば山となるだね。最高キャノン撃ってくんなよ。もうちょいだな。昔のドラクエもこんな感じだったようなんですよ。戦い生きるか死ぬかぐらいな感じ。メラミかな。ああ最高かな。よかった。何発かだな。変わんないよね回復量が。ああ最悪。まあ何発か当たればいいか。願わくば影縛り。影縛りダメか。回復量微妙なくせに
少ないか。最高キャノンってくるよ、これな。もう打ち放題じゃねえかよ、これ。当たれ当たれ。もう、鍵縛りだけ決まればいいんだけど。何発か。よし。あとちょいな。回復なんだからね。もう我慢我慢だね。弾けなかった。残れ幻が早く消えてほしい。あと当たれ当たれ。ああ一発しかた。こんな当たんねえの。なんだよ。もう我慢だな。これ我慢するしかない。これ足りるかな。あと一人回復で。最後一番後ろがやばそう。ああ来た。最高キャノン。おお一人弾いた。これがでかいね。結構そろそろ。よし消えた幻が。いけ。これでそろそろ終わるべ。あと一発か。我慢に我慢を重ねて。あと M メラミメラミ。いやここは回復しておくか。一応念にはねえもんね。メラミで倒せるかどうかは微妙だもんね。これこれも回復だな。とても油断するとダメだね。あと一発。ここで、あよし、二人。これで決まったっぺ。いけ、いけ。あ、メダルブーツ、こりゃ、倒した。よっしゃー。いやー、もう、200円損した。200ジェム損した。S ならいいけど、D なら最悪。どうか S 来い。 SSS 来い。 SSB まあまあいいね。 B はまあまあいいよ。俺 D だったらどうしようって思ってたけど B は結構使えんじゃないかな。これはい、なんとかね1回全滅でクリアできました。そう無課金だとねやっぱきつい。もう絶対無理だもん。耐性とかつけてたけど全然ダメだったね。なんか損失がでかかった。はい、という結果になりました。皆さんも、頑張れる人は頑張ってください。それではまた来週会いましょう。バイバイ。